北国2号ヘッドマーク北国は、大阪駅新潟駅間を、東海道本線、北陸本線、新越本線経由で運転していた、夜行急行列車である。本校では、京阪神と新越地方を、北陸本線経由で運転されていた、夜行優等列車の遠隔についても記す。当初は、日本国有鉄道によって運転され、1987年4月1日の、 国鉄分割民営会構は、西日本旅客鉄道と東日本旅客鉄道の2社にまたがる運転となった。1947年に大阪駅青森駅間で運転を再開した急行507.508列車が北国のルーツである。この列車は青森駅で青函連絡線に接続し、関西と北海道を結ぶルートとしての役割も担っていた。 この急行は1950年11月8日に日本海の列車名が与えられたが、1968年10月1日から運転を開始した大阪駅青森駅間の寝台特急に日本海の名称が使用されるようになったため、大阪駅青森駅間の急行列車は日本海から北国に改称された。1982年に 上越新幹線が開業したことに伴い、すでに関西方面からの直通利用客が減少して昼、行列車としての側面が大きかった新潟駅北を特急稲穂として分離し、大阪駅新潟駅間の夜行急行列車となった。利用者の減少を理由として、2012年3月17日のダイヤ改正で定期列車としての運転を終了した。 同年4月以降は繁忙期に臨時列車として2012年から2013年の年末年始まで設定され、その後使用車両である583系電車の老朽化を理由に運行が廃止されることとなった。愛称の北国は北陸地方を指す北国の訓読みとされている。583系のヘッドマークでは列車名と 佐道大けさを踊る人と北陸地方の地図が表示されている。定期列車時代は米原駅経由での運転であり、新潟駅の新津駅新潟駅間は快速列車として運転された。大阪、京都方面と北陸本線を直通する優等列車の中では、他の列車が湖西線経由での運転である中、この列車は、 前原駅経由で運転される最後の列車となっていた。山品駅を見塩津駅間が経路特定区間であるため、運賃、料金は5歳線経由で計算された。当期は日本海沿岸を走る一部区間において、強風や雪害の被害に遭いやすく、運休や大幅な遅延が発生する場合があった。車掌は、 全区間を JR 西日本の大阪車商区が担当していた。2012年3月のダイヤ改正による臨時化後は運転経路が従来の前原駅経由から湖西線経由に変更されるとともに下り列車の新津駅新潟駅間で実施していた快速列車化も廃止され全区間が急行列車としての運転に変更された。列車ダイヤは 大阪駅発着時刻は変わらないものの、下り列車の新潟駅到着時刻は大幅に、繰り上がって6時54分儀となった。定期、北国廃止の影響として、大阪から北陸方面への最終列車が、約2時間半繰り上がって、サンダーバード45号になったことで、列車利用を前提とした大阪での夜遅くまでの滞在及び、北陸方面へのシニア移動が不可能となった。 この件について、JR 西日本金沢支社は、申し訳ないが、利用客の低迷で採算が合わないと理解を求めている。京都総合運転所に所属する583軽電車が使用され、1994年12月3日に、白鶴の定期列車が24軽客車に変更後は、583軽電車による唯一の定期運用重等列車となった。 列車は普通車自由席、クリーン車指定席、A 寝台、B 寝台の10両編成で運転されたが、多客機には B 寝台が2両増結されて12両編成で運転された。A 寝台は開放式2段、B 寝台は開放式3段である。運行開始時は、旧型客車を中心に編成を蘇生されたが、1973年10月1日からは、 大阪駅や青森駅間の普通座席車に12、軽客車が充当された。しかし12軽客車には、クリーン車がないことから、一般軽客車であるスロフ62型が、主に連結された。新潟駅で増解決が行われていた寝台車は重軽、寝台車が充当された、1978年に、クリーン車の連結を終了し、1982年に14。 軽客車化して座席車と寝台車の根結を実施。1985年3月14日から583軽電車に変更された。かつてはサロンとテーブルが設置されているグリーン車が組み込まれ運用されていたが2010年までに廃車され現存しない。2012年の臨時化後は グリーン車指定席1両と B 寝台車6両のみとなり、A 寝台と自由席の設定はなくなった。これにより、かつての583系電車を使用する、寝台特急と同様、1両のグリーン車を除き、全車寝台という編成になったが、寝台急行としては扱われておらず、時刻表に、寝台急行のマークも表記されていなかった。定期列車時代は、 乗車券の他には、割安な急行券のみで長距離を利用できるため、時には自由席が非常に混み合って、繁忙期には全区間着席できない場合や、寝台券、グリーン券の売り切れも生じた。グリーン車や寝台車は高速バスにはない快適性を求める、長距離客の利用が中心である一方、自由席においては、大阪発新潟行では、彦根駅、前原駅、 長浜駅、福井県方面への最終列車として、通勤需要にも利用されていた。新潟県内では、直越駅で、北越急行北北線の始発列車となる、快速越後湯沢行に接続し、長岡駅では、上越新幹線に接続し、北陸方面から、上越新幹線上り東京駅列車に連絡するため、新潟県内での上越新幹線への乗り換えには、 新越本線経由と北北線経由の二通りのルートが利用可能であった。富山駅では富山地方鉄道の立山方面の始発列車に乗り継いで立山黒部アルペンルートに向かう利用客や夏場には富山駅から西銀座ダイヤモンドコースの起点になる折り立、登山口への直行バスに乗車するために利用する登山客なども多く見られた。冬場には 少数であるが、南小谷、白馬方面や、妙高高原方面へのスキー客にも利用されていた。新潟県内では朝ラッシュ時間帯に新潟駅に到着するため、長岡駅から通勤需要が活性化し、ビジネス客などで増え始め、快速列車となる新津駅からは通勤、通学客の利用が多かった。また、業務客にとっても便利な上に、自動車利用では、 新潟市街地の渋滞遅延が発生しやすい時間帯に新潟駅に到着するために、直越駅や柏崎駅からの乗車客も多かった。快速区間の新津駅と亀田駅から乗車できるのは普通車自由席の4両のみで、グリーン車、寝台車には乗車不可であった。新潟発大阪行は長岡駅で東京発新潟行の最終。 マックスとキ353号から接続し、北陸方面への最終列車となっていた。また、上越新幹線の利用客だけでなく、新潟市から長岡市、柏崎市などへ帰宅する、業務客の利用も多かった。さらに、新潟方面以外でも、京都駅、大阪駅へ早朝に到着できるため、北陸地方からの関西国際空港利用客にも、 喪失の便として利用されていた。京都駅では、同一ホームにて、草津発関西空港業特急、はるかと接続した。しかし、21世紀に入ると、運輸行政の規制緩和による、格安、ツアーバスの台頭、さらには、格安、ビジネスホテルの出現による、ビジネス客の減少や、周遊券の廃止によって、夜行列車としての利用者は、減少傾向にあった。 実際に JR 西日本によると乗客数は JR 発足時の1987年と比較して2010年代では約半分に減少しており2010年度の平均乗車人数は約120人であった定期列車廃止間近の乗車率は約3割であった晩年の乗客は大阪鶴ヶ間と直江津新潟間に集中するなど ライナー列車代用として利用されるようになり、夜行列車としては、寝台車も含めて、さほど利用されなくなったものと推測される。国鉄時代では、1971年10月1日から1972年夏まで、大阪駅、富山駅、直江津駅、長野駅、松本駅、名古屋駅、大阪駅間で、アルペンが運転されていた。アルペンは、直江津駅を境に、 夜行列車として運行され、北陸本線を先に経由する列車を1号とし、中央本線を先に経由する列車を2号として1、往復が運転されていた。国鉄分割民営化後は、JR 西日本が、当期において、京阪新地区から、新州方面へのスキー客の獲得を目指すために、1987年度から、シュプール号の運転が行われ、翌年度以降も実施された。 カキは、シュプール号の運転に対して、立山黒部アルペンルートや長野県方面への登山やトレッキングのアクセスとして、1988年の夏からリゾート88白馬、リゾート88新越などの夜行列車が、1997年度同期には、長野オリンピックが開催されたことから、白馬、賀池が、 姫路駅白馬駅間でキハ181系7両編成で1往復運転されていた。2001年の夏には大阪駅品の大町駅間で往路は夜行のリゾート白馬アルプスとして、路は中高のリゾート白馬アルプスとして1往復が2002年の夏には夜行列車として新州トレッキング号などが大阪駅明光高,高原駅間で運転されていた。 特急、剣は、1961年10月に、大阪駅と山駅間を結ぶ、準急列車として、運転を開始。同月に、大阪駅青森駅間の特急、白鳥が新設され、急行、日本海の運転時間が変更されたことにより、大阪駅と山駅間の代替列車として、登場した。列車名は、北陸本線の沿線にある、 立山連峰の剣だけより取られている。1963年4月に大阪駅金沢駅間は急行列車化されたが、1965年10月には全区間が急行化された。1972年10月からは特急列車化され、運行区間も新潟駅まで延長されるものの、1994年12月に、 臨時列車化されて、1996年に廃止された。剣設定前より、同区間を、ほぼ同時間帯で運行していた急行、北国とは異なり、富山県、石川県、福井県内の駅には停車しなかった。停車駅大阪駅から新大阪駅京都駅、糸井川駅、直江津駅柏崎駅長岡駅三木駅、東三条駅加茂駅にいつ駅、 新潟駅使用車用、編成廃止時点では、牽引機関車は e f f 8 1系電気機関車により、全区間で牽引を行っていた。客車は、西日本旅客鉄道宮原客車区に所属する24系客車が使用されて、B 寝台のみの編成だった。特急化当初は、東海道、山陽本線で14系客車への置き換えにより、余剰となった20系客車を、 青森運転所に転属して、図を配置とした上で、日本海と共通の編成で運行され、食堂車を連結していた。この当時は、EF58 系電気機関車、で10系ディーゼル機関車、EF70 系電気機関車、EF81 系電気機関車が牽引していた。1975年3月イヤ改正で、前原駅経由から、古西線経由に変更されると同時に、 20系のまま青森運転所から宮原客尺に移管され、食堂車は B 寝台車に変更された。また機関車も全区間 EF81 系の牽引となった。その後、1976年2月に24系25系車両へ変更された。1982年11月外野改正で、 日本海側に往復とも宮原客車区での受け持ちとなった関係上、九州方面の寝台特急の受け持ちが削減されたことに伴い、車両に余裕のできた向こう町運転所に移管されたが、車両を九州特急と共通で使用する関係上、編成の向きを揃える必要が生じたため、向こう町に戻す際には、大阪駅、塚本駅北方貨物線宮原客車区、 北方貨物線、塚本駅大阪駅東海道本線、向こう町運転所の改造列車を運転するという、非効率な運用を組まざるを得ず、1984年2月改正で、日本海一往復が再度青森運転所に移管させると同時に、再度宮原客尺に移管された。担当車商区全区間を、西日本旅客鉄道の大阪車商区が担当していた。 2009年10月から12月に、新潟県及び山形県庄内エリアで行われた、新潟デスティネーションキャンペーンに伴い、2009年11月27日28日に、リバイバルトレインとして、思い出の剣号が、大阪駅新潟駅間で運転された。車両は晩年と同じ2 4系2 5系客車と EF81 型を用いて運転を行い、 途中の停車駅は、京都駅、直越駅、長岡駅の3駅のみであった。1965年10月のタイヤ改正により、大阪駅と山駅間の夜行急行列車はに往復運転されることになり、このうち客車で運転されていた列車は、東海道本線の夜行列車の削減により、名称が使用されていなかった、禁制で運転が行われた。 1968年10月に、剣に解消されて廃止された、10系寝台車プラス12系座席車グリーン車の、休校、北国14系寝台車プラス14系座席車の、休校、北国休校、北国、ありがとうございます。